人質の身から天下人へと上り詰めた徳川家康。この誰もが驚くような下克上の背後には多くの優秀な家臣による貢献がありました。その中でも特に大きな功績を残した家臣たちはまとめて徳川十六神将と呼ばれています。今回は家康の天下取りを力強く支えた彼らにスポットライトを当ててみたいと思います。ぜひ最後までお楽しみくださいね。第一幕、徳川十六神将とは。まずは徳川十六神将の成り立ちについてごく簡単に説明いたします。十六神将とは徳川四天王と呼ばれる重臣中の重臣と十二人の優れた家臣たちを足し合わせたものです。天下人に上り詰めるまでの過程で家康は数えきれないほどの困難にぶつかりました。まだこれからという時に強敵との対決を迫られ危うく命を落としかけたこともあります。ですが幸いなことに家康のもとには有能な家臣たちが早い時期から集まっていました。十六神将のほとんどは家康が人質あるいは三河の一大名に過ぎなかった頃からの家臣。彼らの長年にわたる貢献を称えるべく十六神将という呼び方が作り出されたのです。江戸時代以降十六神将の姿は肖像画などに描かれ熱心な信仰の対象になっていきました。ではこの十六という数には何か特別な意味が込められているのでしょうか。実は仏教の教えと深い関わりがあるのです。そもそも四と十二という数自体が仏教の四天王と十二神将から着想を得たもの。四天王も十二神将も仏と信徒たちを守る強力な神様だと考えられています。そして4と12を合計した16はちょうど四天王の4を2乗した結果と同じ。これまた仏教的な意味合いの強い数字になります。いずれにしても家康を守り抜いた頼もしい神々といったニュアンスが込められているわけですね。他にも様々な見解が出ていますが現在のところはこの解釈が最も有力です。ちなみに家康の重臣たちを称えるものとしては他にも24神将や28神将などが存在します。ただ資料によって多くの矛盾がありそこに含まれる人物を特定するのは困難だとか。そうした混乱を避けるためこの動画では十六神将についてのみ取り上げることにします。第二幕、徳川四天王。ここでは徳川十六神将のうち四天王と称される家臣たちをご紹介していきます。四人とも家康の激動を支えいかなる時も身を賭して付き従っていた人物です。家臣団の中でも別格の評価を受けている彼らは一体どんな功績を残したのでしょうか。まずは文武両道の人であった井伊直政。徳川家の外交官として数々の交渉を有利に進め両国の安定に力を尽くしました。その一方で猛将としての顔も持っており赤色の武具で全身を固めて敵軍を蹴散らしたそう。自分にも他人にも厳しい性格であったため味方からもかなり恐れられていたようです。次に家臣団の筆頭とも言われる酒井忠次。家康より16歳も年上であった忠次は豊かな知見を生かした助言で信頼を得ていました。徳川家にとって重要な局面では必ずと言っていいほど家康の近くにいたようです。天正3年1575年の長篠の戦いでは武田軍に対する実に巧妙な奇襲作戦を提案。この作戦が見事に成功を収めた結果織田徳川連合軍の勝利は確実なものになりました。
続いて実力人柄ともに優れていた榊原康政。はじめは徳川家臣酒井家の家来でしたが、家康に才能を見抜かれて直接使えるようになります。個人としての力を発揮するだけでなく、部下をまとめ上げる仕事も得意としていました。出世を果たしてからも決して偉ぶることはなく、家臣として勤める傍ら学問に励んでいたとか。そして最後は戦国最強と名高い武将本多忠勝。13歳で初陣して以来、約60もの戦に参加しながらかすり傷一つ負わなかったとの逸話は有名ですね。天正10年1582年の伊賀越えの際には、動揺する家康を精神的にもサポートしました。他の追随を許さない武力と揺るぎない忠誠心は敵からも尊敬を集めていたといいます。こうして見てみると、徳川四天王は仏教の四天王を連想させる強者ぞろいです。もしも彼らの活躍がなかったら、家康は天下を取れなかったと言われるほど。なお、ここで取り上げた4人については一人ずつ詳しい解説動画をアップしております。よろしければそちらも合わせてご覧ください。第3幕、大河で登場した家臣たち。徳川16神将の活躍ぶりは大河ドラマどうする家康でも描かれています。ここからは徳川16神将のうちドラマにも登場した5名について見ていきましょう。1人目は皆から慕われていたと評判の大久保忠世。なんと大久保家は家康の祖父松平清康の代から仕える中心の一族。永禄6年1563年の一向一揆では、危機に直面する家康を一族総出で支えました。天正3年1575年の長篠の戦いでは、鉄砲隊を指揮して武田軍を壊滅状態に追い込みます。本多忠勝に並ぶ猛将とも評された忠世ですが、実は誰もが認める優しい人柄の持ち主。目下の者に対しても常に穏やかに接し、気配り上手なことでも知られていたそうです。2人目は歴史ファンからの支持も強い鳥居元忠。家康が人質であった頃から最も近くで仕え、ほとんど全ての戦に出陣していました。そんな元忠を語る上で外せないのが、関ヶ原の戦い直前の伏見城に関するエピソードですね。敵が真っ先に狙ってくるであろうこの城の防衛を元忠はなんと2つ返事で引き受けました。そして石田三成率いる約10万の大軍勢を前に、2000足らずの兵力で過酷な籠城戦を強いられます。元忠は10日余り猛攻に耐え続けたものの、ついに城の者たちと共に壮絶な最後を迎えました。主君のために命を捧げて戦ったその姿は、三河武士の鏡として今も称賛を集めています。3人目は槍の半蔵の異名を持つ渡辺守綱。誰もが負けると思っていた戦を逆転勝利に導くなど、守綱の武勇伝を挙げればキリがありません。浄土真宗の熱心な信徒でもあったため、三河一向一揆では一揆方について戦いました。ですが後に家康の許しを得て家臣団に戻り、再び徳川軍切手の猛将として槍を振るいます。他の16神将に比べると出世は遅れたものの、家康への忠誠心が揺らぐことはありませんでした。その人並み外れたスタミナによって、なんと70代半ばまで戦場に立ち続けたといいます。4人目は家康と同い年でもあった平岩親吉。人質として今川家に送られた家康に同行して以降、生涯を通して行動を共にしました。そうして信用を積み重ねていった結果、ついには家康の長男
信康の教育係に抜擢されます。後に信康が家康から自害を命じられた際には代わりに自分が腹を切るとまで申し出たとか。家康の説得により実行には至らなかったものの、信康を救えなかった責任を感じ続けたそうです。その後は武田家滅亡後の甲斐で行政を担いつつ、各地から人材を集めて家臣団の強化にも努めました。そして5人目は半蔵の別名でも知られる服部正成。この名前からまず思い浮かぶのは忍者ですが、実は正成自身は忍者というよりも武将です。惨敗した三方ヶ原の戦いでは敵将と一騎打ちの末、首級を挙げるなど活躍をします。伊賀越えに際して家康の道案内を務めたという逸話を聞いたことがある方も多いでしょう。槍の半蔵こと渡辺守綱とペアで、正成は鬼の半蔵と称えられています。正成について掘り下げた動画も別にありますので、ぜひそちらもご視聴くださいませ。第4幕、大河では登場していない家臣たち。もちろんドラマに登場していない新将の中にも素晴らしい活躍を見せた者は何人もいます。以下では残る7人について順番にお話ししましょう。1人目は家康より20近く年上の忠臣、米吉常春。家康の父松平広忠の代から実力を評価され、いくつもの戦で勝利につながる功績を挙げました。特に桶狭間の戦いや三河一向一揆での活躍は見事で、家康の三河統一に最も尽力した家臣の一人です。その後に関しては十分な記録がないことから、もしかすると早くに第一線を退いたのかもしれません。家康の天下統一をしっかりと見届けつつ、88歳という大往生を遂げました。2人目はベテランとして家康を支えた高木清秀。はじめは水野家、次いで織田家などに仕えており、徳川家に来た頃はすでに50代後半だったとか。ですが豊かな経験に裏打ちされた実力で、家康のもとでも着実に出世を遂げていきました。何度傷を負ってもひるまず敵と戦うことを通して、武将としてのあるべき姿を周囲に示したといいます。他方で頭脳派としても評価が高く、先を見据えたアドバイスで家康をうならせていたそう。3人目は家臣団屈指の弓使いである内藤正成。家康の父松平広忠の代から奉公しており、早くも10代には弓の名手として名を馳せていました。引くのにとても強い力を要する巨大な弓を使いこなし、向かってくる敵を次々に討ち取っていたとか。一本の矢で2人の敵をまとめて射抜いたなど、その見事な腕前を示す逸話が数多く残っています。4人目はあの織田信長も絶賛した大久保忠相。同じく16神将に名を連ねる大久保忠世の弟にあたり、堂々とした戦いぶりで皆の目を引いていました。長篠の戦いでは兄と同じく鉄砲隊を率い、指揮官としての才能も遺憾なく発揮しています。天正12年1584年の小牧長久手の戦いでも、やはり圧倒的な強さで敵軍を恐怖に陥れました。大規模な戦のほとんどに参加しながらも、生涯を通じてかすり傷すら負わなかったそう。5人目は家康に命を捧げた猛将、鳥居忠宏。16神将の一人鳥居元忠の弟とされる人物で、資料によっては直忠の名で記録が残っています。三河一向一揆で一度は家康を裏切ったものの、幸いにも家臣団に戻ることを許されました。そんな忠宏の揺るぎない忠誠心をよく示すのが、元亀3年
1572年の伊方ヶ原の戦いのエピソード。この戦いで家康は強敵武田信玄に惨敗を喫し、命からがら戦場を後にすることになります。家康を無事に逃がすための大役として、忠広は崩壊寸前の軍の最後尾を任されました。そして武田の有力武将土屋正嗣との一騎打ちの末、壮絶な討ち死にを遂げたといいます。6人目は家康のいとこであり義弟でもある松平安忠。長篠をはじめとした数々の戦で勝利に貢献し、家康の長男信康の補佐役も務めました。信康の自害後しばらくは謹慎していましたが、家康の求めに応じて家臣団に戻ります。伊賀越えや小牧長久手の戦いなど重要な局面では必ず家康に付き従っていたようです。家康の破業を最も近くで支えた親族の一人と言えるかもしれませんね。そして最後にご紹介するのは蜂谷貞次。桶狭間の戦いで初陣を果たして以降、飛ぶ鳥を落とす勢いで戦功を上げていきました。三河一向一揆では家康に刃を向けたものの、ほどなくして家臣団への復帰を果たします。ところがそれから数ヶ月後の城攻めで思いもよらぬ悲劇が起こりました。この戦いで貞次は本多忠勝と戦闘を競うように敵の中へと果敢に飛び込んでいったといいます。そしてその時頭部に受けた銃弾が元で、わずか26歳で帰らぬ人となってしまいました。活躍期間は短かったものの、その勇猛さが評価され、16神将の一人に数えられています。一人一人豊かな個性を発揮しつつ、家康の破業を頼もしく支えていた徳川16神将。今回取り上げた人物のうち、皆さんは何人の名前を知っていましたか？もし知らなかった人物がいたら、この動画が興味を持つきっかけとなれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。